ださい。お待たせいたしました、出発いたします。本日は関山寺ロープウェイにご乗車いただきありがとうございます。これより海抜113メートルの大草山へと向かってまいります。このロープウェイは湖上を渡る日本唯一のものとして昭和35年に開通し、全長723メートル、所要時間約4分、運行速度は秒速5メートル、時速にすると18キロ、定員は49名です。進行方向左手、前山緑で覆われた立山には、地名の由来となっております。曹洞宗関山寺がございます。関山寺の上には高さが約16メートルの観音様の姿もご覧いただけます。まもなく前方よりヒコパル号と交差をいたします。交差した地点が遊園地と大草山とを結ぶロープの中間です。この辺りの湖面からの高さは約50メートル、水深は5メートルから8メートルです。こちら大草山山頂には浜名湖オルゴールミュージアムがございます。1階では体験工房を楽しめるオルゴールショップ、2階3階では歴史あるコレクションや美しい音色を奏でるオルゴールの実演が行われています。恋人の聖地として認定された屋上展望台からは風光明媚な浜名湖を一望できます。まもなく到着です。答えが分かっちゃったの。コンドラがホームに入ります。風のため側面に当たります。ご注意ください。ありがとうございました。大草山に到着です。お降りの際はお足元に十分ご注意ください。また往復券をお持ちのお客様はお帰りの際にもお手持ちのチケットが必要になりますのでなくされないようお願いいたします。